チェリーです。今回は5月に予約の始まったフィギュアの紹介第3弾をやっていきたいと思います。キャラクターボーカルシリーズ01ネドロイドドール雪ミク、これは服が着せ替えれるエッチなネンドロイドでございます。キングダムハーツ3ネンドロイドカイリ、トラブルダークネス黒崎メア、リファインブルー、これはリファインされておりますね。パール塗装や透け表現を施してえげつない下着姿でございます。ちょっと透けてんのが丸出しですよね。足のところは完全にスケスケお化けで、お尻も思いっきり透けております。冴えないヒロインの育て方フィーネ加藤めぐみレーシングバーン、これめっちゃやばないですか。だってレーシングってね、だいたいあのメタリックの衣装とか着てますやんか。赤とかちょっと白青みたいなね、テカテカ衣装でしょ。これ制服なんですよ。エロ、このねえ、短ランみたいなやつ短ランって言うんかな、これ短セーラーですよね。ほんでなおかつお尻ガーン突き上げてね、多分ものすごい食い込んだおパンティー履いてるとは思います。この映像ではね確認できないんですけど、実際にこのスカートの中をピットインできるのは購入したあの暴れ馬の暴走機関車お久しぶりイラスト、花の白雪ですかね。あー、また下着姿やこれ。これ下着か、そもそも下着じゃないね。いや下下着か、わからんもん。とりあえずおっぱい出しとけ。マグラブオルタネイティブ、おにゃ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 、まあ、前回紹介したやつの対になるやつですよね。あっちはシャンパングラスを持って飲もうとしてんのかな、なんか出そうとしてんのか。これはもう完全シャンパンですよね。こんな感じの持ち方でね、我々のボトルも呪術廻戦ポップアップパレード、イタドリユージ、ついに呪術廻戦がポップアップパレードに登場でございます。キャラクターボーカルシリーズ01初音ミクネンドロイド、スワッチャオ初音ミク、これはなんかネンドロイドの座るバージョンなんですかね。こんなんもアスナとかニノちゃんとか出るんでしょうね。 IQ to the top ネンドロイドスワッチャオ、また来ました、連発ですよね。日向翔陽、同じく影山トビオ、ネコパラポップアップパレードショコラ、これは再販でございますね。国王も所持しているんですが、かなりいいもんでございます。同じくポップアップパレードのバーニラ、バーニラ高収入デターマン、あのブブブブ、これね意外にエッチなフィギュアですよね。後ろ姿の写真があるんですけど、お尻むき出し。ご注文はボサギデスク、ポロン、シャロ、ギョスロリベ、はい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 、ゴスのロリっちゃってる感じこれ。おわー、まあでもなんかゴスロリなんやけども、やわゴスロリみたいなね、ゆるゴスみたいなんかわからんけど、なんかゆるゆるな感じで、傘ちっちゃいな、頭しか覆われへんやこんな、まあ、日傘なんかおまけなんかなんかわかんないですけど、仮に雨降ったらもうびしょびしょですよね。スインエヴァンゲリオン劇場版ウェヴァンゲリオンオブルソワラダメライカジョロダイルサンムラブル、うわこんな格好でねえ、エッサホイサー言うてなんかやっとったらめちゃくちゃ怖いけど。アイドルマスターシンデレラガールズ、水着商法夢見リアム、なんやって、どういうこと水着商法って、斜めにかけてるバッグなんかな、これが胸の谷間にストーンと落とし込まれてるっていうのが結構いいですね。監督誌オリジナルイラストしずくちゃん、これは再販でございます。前見覚えありますけど、もうちょっと横で絞ったらええのに、なんでど真ん中で絞ってんのっていう、うん、我々のも絞ってくれよと、こんなに思いっきりなくなるまで絞ってください、ぺっちゃんこなるまで。犬夜叉完結編ポップアップパレードウェヌヤッシャ、同じくポップアップパレードヒクラシキャゴメ、戦技絶唱スインフォギア ZX、
アクトモード雪ネックレス、やはりこの何装甲いうんかな、武装のパーツがかっこいいよな。こうババ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 ーン出てきてのギラララーンみたいな、あの演出ね、あれが好きなんですわ。シャイニングレゾナンスキリカトアアルマ、セーラー服版と。キリカトアアルマが俺ちょっと全然わかんないんですけど、エルフの制服姿ってなかなか見えひんからね。だいたい緑色の格好とかそんなイメージじゃないですか。うわー、太ももですわ。ゾンビランドサガリベンジ、今野純子ウェディングドレス。おいおいおい、これウェディングドレスやばない？松ぼっくりのなんかアルビノみたいな感じになってますよね。うーわー、これチョコレートとかやったらめっちゃ美味しそう。パリッパリッというかパリトロみたいなね、こう噛んだ瞬間トロッとこう舌の上で転げそうな感じの、めっちゃ綺麗な純白ドレス。ドールズフロントライン PA15 高校胸キュン物語。スカートかスカートじゃないか、もうなんかもはや分からんけど、この水色のラインがめっちゃメタリックに見えるんやけど、ええ色してますよね。ちょっとパンティー見たいんやけど、どうなってんの？あと尻尾の生え際とか。戦闘員派遣します、キサラギアリス原作版。あらららら、もうバコーン来ましたね。弾丸論破ポップアップパレード江ノ島純子。遊戯王デュエルモンスターズポップアップパレード海馬瀬戸。おお、遊戯王もなんかどんどん出てきましたね。陰陽師本格幻想 RPG 知らぬい花鳥演舞かな。うわ、これすごいな。どっからどこまでがフィギュアとエフェクトかなんかちょっと見にくいですけど、すごいなんか幻想おー RPG って感じ。アークナイツ星熊、ほねやねんよ、そお前剣やら盾やらなんかいっぱい、盾がこれ武器めちゃくちゃ持ってますね。うわすごっ、これ後ろ向きの盾のところ般若みたいなのついててめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。うーわ、アークナイツって何これ、むちゃくちゃかっこいいよ。アイドルマスターシャイニーカラーズ樋口まどか、クリアマリンカームブルー。クリアカームマリンバーってなんなんこれクリアカームじゃない、クリアマリンカームか。リーグオブレジェンドネンドロイドソナ、デートアライブ時咲くるみザフキエロ。おー、台座がやっぱこの金色のやつがかっこいいんですよね。生活習慣、春夏って読むんかな、あやか、あやかか、マウトやんこれ名前が生活習慣って、おいおいおい、こんなんと生活習慣させてくれよおい。魔法学高校の劣等生芝美雪、すっごいお久しぶりな感じはするんですけど、まあねえ、おっぱい丸出しですよね。はっきり言うけど、お兄さんお兄さんも言われて、あんな格好とかですり寄られたらもうこっちもお兄さんまですまんよね。秋のエルシオリジナル花音かな、かなね、ようわかんないんですけど、むちゃくちゃ可愛い。ああ、ベロンベロ。バズモット鬼滅の刃富岡義勇。おー、うわーんって感じでかっこいいですね。不思議の海のナディア、ネンドロイド、ナディア。異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術、シェラ・エル・グリーンウッド、ウェディングドレス。これは俺ちょっと欲しいな。俺見た時あれと思ったもん。なんか、なんだろ、これ土下座してるのかな。おっぱいもやはりでかいですから。こう前から見た時にはものすごい形してる、なんかブドウを握ってね、潰れるか潰れへんかギリギリの状態までいった、あ弾ける弾けるの手前のおっぱいの形、いやーすごい形やこれ。同じくレム・ガリュウェディングドレス、これもね非対称なんですよね。これあのくっつけるバージョンみたいなんですけど、ぺったんこほんまにあるかないか分かれへんっていうぐらいですもんね。ほんまになんかあの申し上げ程度に隠しておりますっていう状況なんですけども、めっちゃくちゃ表情いいじゃないですか。あとなんかこのね装飾品とかもいいですし、お花ね、お花とかもいいですし、髪の毛の質感がなんかこう濡れた感じ、うん、黒髪やからこそ
濡れた感じがこう強調されてるんでしょうけど、素晴らしい色ですね。なんかエロさがさらに際立つというか、ウェディングドレスにエロさってあんま感じたことなかったんですけど、これはなんかめちゃくちゃエロい。でこれ2人が合体したバージョンがこんな感じでございます。えぐない？わこれよ、いいな。やめてよもう。はい、いかがでしたでしょうか。今回気になったフィギュアは加藤めぐみのレーシングバー、あの制服レーシングっていうのがまたたまりませんよね。もうレーシングとかどうでもいいんですよ、スカートの中。まあ私も一応スカート冒険家と言われてまして、まあ、歴史的冒険家として名を刻むとは思うんですよね。その私がやはりあのスカートの中身は探検したいと思っちゃいましたもんね。うーわー、いくよ。ずっとズリズリズリグ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 リガラボロピッパバリバリブリボガラボロピッパバリバリブリボっていう感じで探検しようかなと思ってるんですけど、まあ捕まる可能性は高いですよね、そんなことばっかり言うてたら。次が、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術かな、あれのシェラとレム、むちゃくちゃ可愛くありません？いやあれ相当みんなねえおわって思ったと思いますもん。我々のブーケバーン飛んでいきますよね。ブーケトスの時にじゃない時にやる、ブーケがドーンって弾けると思いますもんね。あんな格好見せられたらブーケいらないですもん。うん、わかります？あかんあかんあかん、なんかもう常に下ネタに持っていこう持っていこうとしてますけどね。まあまあうん、ほんま純粋に可愛かった。はい、まあそんな感じで、今回気になったフィギュアはこの3体でございました。他にもねたくさんいいフィギュアありました。予約忘れんうちにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。